ウィリアム・インブリーは1875年に日本を訪れて以後40年以上もの長きにわたりキリスト教の布教活動を行ったアメリカ合衆国長老協会の宣教師である歴代訪日宣教師の中でも顕著な業績を残しているが彼の業績について言及された文献は極めて少ないそのためにインブリー事件の被害者としてもともよく知られる ウィリアム・インブリーは1845年1月1日にアメリカ合衆国のニュージャージー州ランアウェイ第一長老協会の牧師館で父のチャールズ・キッセルマン・インブリーと母のエリザベス・ミラー・インブリーの長男として生まれた。両親共にスコットランド出身の祖先を持つスコットランド系アメリカ人である。姉一人と弟二人がいたが、マッテイのジョンは 生後感もなく亡くなった。後に、姉のレイチェルは、長老協会牧師夫人となり、上の弟のチャールズは、実業家となった。7歳になって間もなく、父のチャールズは、同じニュージャージー州のジャージーシティ第一、長老協会に転任となり、一家は、マンハッタン島対岸の市街地区へ転居した。チャールズは定年となる1888年まで40年近く。 第一長老協会の牧師を務めた。姉や弟と,と共に、チャールズから初等教育を受け、10歳になると、マンハッタン島のグリニッジビレッジにある、クッケンボススクールに通い始めた。1858年に、チャールズの教会で、信仰告白を体験した。クッケンボススクールを卒業後、同じマンハッタン島にある、監督協会のコロンビア大学に入学した。 コロンビア大学で2年間過ごした後、1863年9月に、プリンストン大学の1865年クラスに、編入し、寄宿舎生活を始めた。南北戦争が終結した2ヶ月後の1865年6月に、プリンストン大学を最優秀で卒業した。プリンストン神学校のアルバムより、プリンストン大学を卒業した後は、 ウォール街の証券会社に就職し、ついで、ペンシルベニア鉄道会社に転職したが、長続きせずにどちらも半年で辞めた。父と同様に教職者を志すことを決意し、1年間入学試験の準備を行った後、1867年秋に、プリンストン神学校に入学した。神学校の同級生には、いとこのエドワードローゼミラー、 後に在日ミッションの同僚となるオリバー・マクリー・イングリーンらがいた。インブリーは1870年クラスを主席で卒業した。1871年4月18日にジャージーシティ長老教会でアンシュレイを受けた後しばらくはチャールズの教会で奉仕活動を続け、その間に1873年9月9日にチャールズの詩式により同教会信徒で 実業家の娘のエリザベス・ドリマス・ジュエルとの結婚式を挙げた。同年10月8日にジャージーシティ長老会からニュージャージー州レイクビュー長老協会の牧師に任命された。いとこのミラーはプリンストン神学校の専門研究科を修了した後、1872年4月1日にジャージーシティ長老会から日本派遣の宣教師に任命され、 その2ヶ月後に単身で日本を目指して出発した。ミラーが日本に派遣されて3年後、長老協会海外伝道局からチャールズを経由して、インブリーの下に宣教師として、日本に赴任するよう要請が届き、これを受けて彼は1875年1月に、レイクビュー長老協会牧師の任を説かれた。同年6月21日に、 海外伝道局は宣教師派遣選考委員会を開き、インブリーの日本派遣を正式に決定した。アメリカ合衆国長老協会では宣教師の派遣は本人の所属する長老会が任命していたが、インブリーに限っては例外的に海外伝道局が直接任命した、いわばお墨付きであった。1875年8月末にインブリーとエリザベス夫人は、 ジャージーシティを出発し、大陸横断鉄道に乗って西へと移動し、サンフランシスコからパシフィックメール汽船会社所有の汽船、チャイナ号に乗船し、日本へと向かった。1880年代半ばのアメリカ合衆国長老協会東京ミッションのメンバーの家族の集合写真。インブリーは、 前から2列目の左端インブリー夫妻を乗せた喫船は1875年9月26日に横浜港に到着した。インブリーにとってこの日のことはとても印象深かったようで彼は後年に私は初めて日本の陸地を目にした時のことを決して忘れません。私は過去と未来に思いを走らせ私の前に置かれた人生を心に描いてみました。 それは、私が、今まで描いていた人生とはかなり異なるものでしたと、10回している。夫妻はすぐに、いとこのミラーの行為で、横浜市甘手にある、ミラー夫妻が少し、前まで住んでいた彼らの持ち家に落ち着いた。しばらく横浜に滞在した後、翌1876年1月初めに、東京の築地にある外国人居留地。 総大社区地域の南小田原町4丁目5番地の日本家屋に転居した。同年5月に、ソの日本語表記問題で特別選挙師会議の決定を不服として在日ミッション選挙師を辞任した、クリストファー・カロザースとその妻のジュリア・カロザースが、退居した後の、ショッキングなほど汚い築地居留地6番 A の選挙師館に入居した。 1877年9月17日に、アメリカ合衆国長老協会、アメリカオランダ改革派協会、スコットランドイッチ長老協会の在日3ミッションが、合同して、長老主義に基づく日本キリストイッチ協会を創立することが決定したが、その合同事業を主導したのが、インブリーだった。日本に到着してから2年足らずのうちに、協会の統一を成し遂げた彼の手腕に対し、 ジェームズ・カーティス・ヘボンをはじめ関係ミッションすべての宣教師が賞賛を与えた。さらにインブリーが作成に参画した報告書に従い、1877年10月7日に合同人学校の東京一致新学校が開校し、彼自身も新約聖書釈儀とキリスト伝の教育を担当した。専人教授の一人として、 日本人教職者を養成するため進学教育に多くの時間を割いた。3年後の1880年4月26日に築地大学校が築地居留地7番に移転し、その筆頭教授を兼務することになった。推進した諸事業が軌道に乗り出したので海外伝導局に鹿休暇を願い出て、インブリー一家は1883年10月23日に、 シティオブ、北京号に乗って、横浜を後にし、アメリカ本国に一時帰国した。この際、夫婦の他に4歳の長男マルコムと2歳の次男、チャールズも一緒であった。インブリーは、休暇の最中に、東京一致神学校で講義してきたキリスト伝を、まとめて1884年9月に、ザライフ・オブ・クリストという題で、東京一致神学校から出版した。 これに先立つ同年6月、日本における宣教師としての顕著な働きをたたえて、母校のプリンストン大学から名誉進学博士号を授与された。1885年7月にインブリー一家は1年9ヶ月の休暇を得て、日本に戻り、元の住まいの築地居留地16番の宣教師館に落ち着いた。 1887年1月19日に、東京府より、東京一致新学校、東京一致英和学校、英和予備校を統合した一大カレッジとなる、明治学院の設置の認可が下りた。インブリーは、学院設立の最も重要な会計委員を務め、専門学部と、法護神学部の教授に就任して、新約聖初中会と、教会政治を担当した。 日本キリスト一致協会と日本組合キリスト協会合同の機運が高まると、インブリーは合併草案の作成委員長及び日本連合キリスト協会総案最上目編成委員長として2年間にわたる両派の合同実現の運動を主導したが、新島城らが協会合同に強い反対を示したことから、組合協会内の反対勢力の意見が強まり、 1889年5月に両協会の合同は不成立の結論に達した。日本キリスト一致協会は合同の可能性がなくなると憲法草案作成委員長インブリーが日本人教職者を指導して従来のミッション主導による教会政治体制から日本人のキリスト教会独自の教会憲法作成に動き出した。 1890年12月3日と4日に開催された一致協会第6回大会では新憲法が採択され同時に教会の名称を日本キリスト教会と改めたこの時に採択されたインブリーが起草した信仰告白文は長く影響力を保ち続け1953年の日本キリスト教会信仰の告白や1954年の 日本キリスト教団信仰告白も同じような形式で制定されている。インブリーは今後の強制拡張は外国人宣教師の手に委ねるのではなく、日本人キリスト者自らが行うべきだと考えた。彼は日本に派遣される際に海外伝道局から与えられた宣教師としての全ての使命を果たしたことを実感し、 成長する、息子たちの教育という理由も重なり、日本における奉仕に終止符を打って、アメリカ本国に帰国することを決意した。1893年4月29日に一家4人は、オーシャニック号に乗って、横浜の港を後にした。アメリカに戻った一家は、ニュージャージー州、ローレンスビルにある、ローレンスビルスクールの教員住宅に落ち着き、帰国後のインブリーはそこから、 各地の長老会議に呼ばれて、講演や説教を行い、母校のプリンストン神学校で、連続講義の講師を依頼されたり、伝道局会議に出席したりと、多忙な日々を送った。田村直進が1893年のサイト米に、祭祀、英文で出版した、日本の花嫁は、キリスト教から見た、日本の結婚制度や家庭における女性の地位の低さに、 ついて書かれたものであるが、国粹主義の風潮が急激に高まる日本の各新聞、雑誌からその内容が繰り返し非難され、ついには所属する日本キリスト教会も弾劾裁判を開いて1894年7月6日に彼の牧師の資格を剥奪するという判決を下した。インブリーは、この裁判に先立ち、コメントを裁判に提出したいと依頼状を送ってきた。 田村に対し、1894年5月14日付で、この著書は、刺激的ではあるけれども、日本を侮辱する意図のもとに、あるいは記述の内容が偽りであることを承知の上で、書かれたとは思っていないとアメリカから返事を書いて、田村の著作に理解を示している。息子のマルコムとチャールズの二人が、 それぞれ17歳と15歳に成長し、希望するプリンストン大学への進学に、めどがついてきたことから、インブリーは再び、日本を訪れる決心をした。ノルマントン号事件1886年10月24日に、イギリス戦績の貨物船、ノルマントン号が暴風に遭い、座礁して沈没した際、イギリス人乗組全員が、救命ボートで脱出して助かる一方で、 乗客である日本人25人全員が溺死するというノルマントン号事件が起こり11月5日の神戸駐在の在日イギリス領事による海難審判で船長のジョン・ウィリアム・ドレークが無過失と判定されたためこの判定は不平等条約による領事裁判権がもたらしたものとして日本国民の月光を招いた この事件で在京浜のプロテスタント宣教師を代表してスポークスパーソン的な役割を果たしたのがインブリーだった。11月16日に在京浜の宣教師94名は彼の名のとに日本人犠牲者の遺族に対する義援金を拒出して哀悼の意を表明した。また彼はその8日後に事件に対する見解を公表するよう求めた。 福沢諭吉の要請に94名を代表して、自治新法史上で回答を行い、福沢の指摘する、イギリス人乗組員の、不思議不特技を、全面的に肯定した。インブリー事件第一高等、中学校ベースボール解体、明治学院発金クラブのベースボールの試合が1890年5月17日に、向ヶ丘のグラウンドで行われた。 興味を持って応援に駆けつけたインブリーが試合開始時間に遅れて到着したために入り口がわからず垣根をまたいでグラウンドに入ったところ一中応援団が直ちに彼を取り囲み押し問答を繰り返すうちに生徒の一人が狂気で彼の顔面に重傷を負わせる事件が発生したこのインブリー事件に在日外国人の世論が沸騰しついには 中日アメリカ全権行使のジョン・フランクリン・スウィフトが外務省に正式に抗議したために国際問題になりかけた。しかしながら陳謝する一中東局者に対してインブリーも率直に自分の疲れを浴びて簡単に謝罪し、なおかつ彼が終始穏便に済ませようとしたこともあり、問題の拡大は回避された。事件は野球史の分野で取り上げられることも多く、 大和九史はこの事件を、明治野球史上の大事件と位置づけている。明治学院大学発金キャンパス内に立つ、インブリー館。1897年から1922年まで、インブリー夫妻が暮らした1897年5月31日に、サンフランシスコを出港した、インブリー夫妻は6月14日に再び、横浜の港に到着し、 明治学院ハッキ,ンキャンパスの第四号選挙士官に入居して、直ちに明治学院進学部教授に就任した。ニューイングランドの住宅の伝統をよく表し、インブリー夫妻が住居とした、この館は現在は、インブリー館の名で知られ、1998年12月25日に、国の重要文化財に指定されている。東京都内に現存する最古の選教士官であり、 日本では2番目の古さと言われている。第二次、松方内閣は1899年7月の不平等条約改正実施に向けて法的整備を開始した。その一環として、文部省は1899年8月3日に学校教育における宗教教育の禁止を打ち出した訓令12号を発令したため、インブリーラ宣教師は危機感を募らせて、 直ちに行動を起こした。彼らは、イブカカジノスケラ日本の有力なキリスト社と共に、手分けをして、内閣総理大臣の山形有友、伊藤博文、文部大臣の河山介則、貴族院議長の黒田清隆、衆議院議長の片岡健吉らと直接面談して、法令の廃止を訴えた。この努力が報われて徐々に、文部省の法令適用が緩和され、 1903年には、キリスト教主義小学校は、従来の権利を回復させることができた。インブリーは在日ミッションを社団法人にするために、総理大臣の桂太郎も含めた、政府関係者との交渉を地道に続け、内務省を説得して、ついに1901年11月8日に、在日本プレスビテリアン宣教師社団として、社団法人設立許可を取得した。 手始めに、景品の急遽留置に残るミッションの資産を評価一揮にして、最小の税を納めて、遺憾を得た後、明治学院に無償譲とするという以後の罪に近く強派の模範となる、方式を実行している。選挙開始50年記念会演誘会において、大日本帝国政府は、日露戦争が始まると、ロシア帝国側の宣伝する、白色人種と、 黄色人種、キリスト教国と異教国の戦争論に対し、国際社会に反論を示す必要が生じた。1904年5月中旬にインブリーはイブカを通訳として同行させ、総理大臣官邸において、総理大臣の桂太郎と面談した。インブリーは、桂の意向を受けて彼との会談内容を即日、アンインタビューウィズカウント、 カツラと題して四千字の英文にまとめ、内閣総理大臣秘書官を務める中島熊吉に数日減ることなく郵送した。その後にこのコピーをイギリス及びアメリカ合衆国に送った。ロンドンではまず、スペクテーター氏がこれを掲載し、続いてタイムズ紙も載せたと言われている。インブリーとカツラの会見記事はこの他にも欧米のいくつかの新聞に掲載され、 その結果、カツラのもとに直接海外の有力者から多くの激励の手紙が届くことになった。会見の内容が広く知れ渡ると、逆説的に日本は野蛮なロシアからキリスト教文明を守る国と見られるまでになった。1904年6月29日に横浜を出港して一時帰国の都に着いた。1905年10月に ポーツマス条約の締結を見届けて、日本に戻るが、その間に機会あるごとに、カツラの言葉も引用して、アメリカのクリスチャンに対し、日本の立場を説明し続けた。1909年2月15日に、日露戦争時の功績が評価され、明治天皇から、朝日賞の東急、君四等曲実賞受賞を贈られた。翌1910年に、 スコットランドのエディンバラで開催されたエディンバラ選挙会議にはアメリカ合衆国長老協会の在日代表者として出席した。1917年5月に4度目の一時帰国の都に着いた。1919年11月5日に明治学院進学部教授を辞任して名誉教授となった。1922年12月3日にインブリー夫妻は 日本を離れ、その年の冬をカリフォルニア州で過ごした。翌1923年春から長男マルコムが住むシカゴに移り、同地で予定を送っていたが、1928年8月4日にシカゴ郊外のエヴァンストンにある病院で亡くなった。83歳没。イリノイ州、スコキーのメモリアルパーク墓地に埋葬された。 夫人のエリザベスは1931年3月24日に、次男、チャールズの巻会の地である、ニューヨーク州キングストンで亡くなり、夫の隣に埋葬された。中島孝治は、近代日本の外交と宣教師において、ウィリアム・インブリーが、歴代訪日宣教師の中で、最も明治期の日本の政治、外交と関わりを持った、宣教師であったにもかかわらず、 ほとんど研究対象になってこなかったため、彼に関する文献は関係者の思い出話などの新聞、雑誌記事を除き、関係の限りわずかに、イブカカジノスケとウェンライトによる追悼文があるのみだと述べている。日本キリスト一致協会の聖書である山本修行の日本キリスト教会誌で語られることが極めて少なく、日本のプロテスタント史研究の基本文献である。 沢渡るの、上村正久と、その時代や小沢三郎の、幕末明治や祖教師研究、住谷三清の、近代日本の形成とキリスト教及び小沢三郎の、日本プロテスタント史研究と、日本プロテスタント史の代表的通史である、大内三郎の、日本プロテスタント史や土井明夫の、日本プロテスタントキリスト教師においても、彼の業績は一切言及されなかった。 ロバート・ホワイティングは和をもって日本とナスにおいてインブリーは48年間もの歳月を過ごし日露戦争時の功績が称えられて勲章が授けられた新日家としてではなく悪名高いインブリー事件の主人公として後世にまでその名を残すことになってしまったと述べている著作権が消滅しているため著作は全てインターネット上で閲覧可能となっている ありがとうございます。